チャンネル、アンナギー。こんにちは、ランキです。今日は僕の試合を実況解説していきたいと思います。僕は今イングランドのプロフットボールクラブレイトンオリエント FC のアカデミーアンダー10と契約しています。皆さん、イングランドのジュニア年代がどんなサッカーするか気になりませんか？それでは行ってみましょう。 Here we go!20分かける4クォーター、キックオフです。さあ、ここでボールを取っていく。さあ、パスをもらって、ダブルタッチで抜いていく。さあ、そしてスペースを見つける。さあ、ここでダブルタッチでまた抜いていく。さあ、ダブルタッチで抜こうとしたが取られる。だが取り返し。さあ、そして取られてしまった。リプレイです。さあ、このダブルタッチ、素晴らしい。さあ、またここで抜かわして、さあ、ここをパワーでいって、さあ、これがうますぎる。さあ、ここでダブルタッチでまたかわそうとしたが、スライディング受ける。だが、ボールはまだ待ってる。さあ、ここでオプションは3個ありました。左サイドのスペースをめがけてパスするか、ライトミートの人にパスするか、か、ドリブルでいくかです。さあ、そして取られてしまった。さあ、ここで。さあ、ここでワンツーをつないでいく。トラップをミスしました。さあ、ダイレでパスしていく。さあ、ここでスライディング。取れるか？さあ、パスをつながかれた。さあ、スライディングで。で、そして取る。さあ、ここで、抜くか？パスした！さあ、ここでシュートか？トラップが大きくなってしまった！さあ、まだある！シュート！相手にブロックされました。さあ、ディフェンスに戻ります。プレスかけます。さあ、ボールを取ります。さあ、ここでボールを取った。さあ、ここでパスをつないで。さあ、パスをもらえるか？もらった！シュートか！シュート、フェイントしてシュート！おっと、これはクロスバーに当たった！さあ、ここで、おっと、ここまで動いてきました。おっと、うまく体を入れられず。さあ、後ろか？さあ、ここでもらえるか？さあ、パスをつないで、戻して。クロスした。さあ、顔に当たってしまったが、シュート！惜しい。相手のナイスセーブですね。さあ、ここで、かわされていく。だが、しかし、ここで、パスをつないでいく。さあ、ここで、ボールをもらった。さあ、スピード勝負でしていく。さあ、抜いた！抜いた！いけるか？惜しい。さあ、ここでプレスをかけていく。で、プレスをかけて、さあ、ボールをもらうか、さあ、抜こうとするか、取られてしまう。さあ、この子のステップが うまい。さあ、当たりが強い。さあ、プレスをかけます。さあ、ナギ選手、いいプレスですね。さあ、ボールをもらえるか？さあ、ヘルプする。もらえるか？さあ、もらった。さあ、足裏を使っていくが。さあ、ボールを取った。足を引っ掛けられました。フリーキック獲得です。さあ、中に入れるか？それとも、
シュートするか。どっちだ。狙った、ポストに当たった。さあプレスをかけて、さあここでパスか、そしてシュート、ゴール。1点目、リードです、レイトンオリエント。さあここで、おっとやばい、シュート打たれた、やばいです。1-1に追いつかれました。さあここでキックオフ、パスをつないでいけるか。さあここでパスカットされてしまう。さあ抜かれた、シュートか、返されてしまいました。2-1です。さあここでナイスパス、さあナイストラップでシュート、ナイスセーブ、だから押し込んだ、ゴール。2点目です。2-2です。さあここでボールを、さあ抜いていく、さあクロスしてシュート、ハットトリックです。前半終了、3-2です。後半スタートです。相手にボールが渡ってしまう、ノットメイクされてしまう。さあシュート、点が入ってしまった。3-3に追いつかれた。さあだからここでパスをつないで、さあここでかぼした、さあ行くか、シュートか、パス出した、シュートか、いったー。いやこれはディフェンスのブロックです。さあこれは笛が鳴りました、リキ獲得です。さあ狙うか、それとも中に入れるか。さあそしてフェイクしてシュート。さああそこは惜しいです。さあシュート、おお惜しいです。ラストクォーター、はい、やばい、5-3です。あ、じゃなくて4-3でした。さあこの子のスキル使うまい、ナイス。さあシュートされてしまう、ゴール。3-5、どんどん引き離れてます。さあここでナギ選手が入りました。さあここでディフェンスで取れるか、取った。さあそして前につなぐか、さあそしてナギ選手に通った。さあノータッチターンでかわす、さあ体を入れてシュート、5-4です。リプレイです。さあここでノータッチターンでかわせるか、さあここで走って体を入れる。さあ、ここでシュート、決まった。落ち着いて決めている。さあ、ここでプレスをかけて。さあ、取れるか。取った？さあ、ここで。さあ、スピードで抜いていった。さあ出せるか、シュートフェイントしてシュート、ーゴール。5-5、追いつきました。もう1点取れるでしょうか、ナキ選手。さあレイトン、ここまで追い詰めました。あと1点取れば勝てます。
さあ、ナイク選手がボールを持った。さあ、ここで、おっと、ここで試合終了。試合終了、5対5、引き分けです。皆さん見てくれてありがとうございます。Thank you for watching my video. イングランドのフットボール、かなり当たりが強いのが伝わりましたか？僕はいつもぶっ飛ばされてます。好きなプレイがあったよという人はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。If you like this video, please hit the subscribe button and smash the good button. See you soon! また見てね。またねー。